歩を達するために大変な苦労をしたそうです。まあ、やはり栄光の陰にはいろんな苦労があるようですね。そうですね、まあ、人はよくね天才派だとかいろいろ言われますけどね、僕は決してそうはないと思いますね。この17年間本当に努力のたまものが今こうしてもう最後のゲームになってきたと思うんですよね。ツーアウト満塁でバッターは柴田、ライトライナーとフォアボール、これが3回目であります。日本シリーズを前にいたしまして風邪をひいて、現在は住まいが変わりましたが北沢の自宅で、朝8時頃からバットの素振りをし、帰ってまた素振りをし、汗びっしょりかいてとにかく風邪を治して、次の日は4打数3安打というようなことをやったそうですけども、それから最近はですね、ここ 2,3 年はやはり体の故障というのがね、ありましてね、もう本当に治療もいろんなところの治療所行ったんじゃないでしょうか。そうでしょうね、もうね陰での努力、そしてまた陰でのこの治療ですね、これはまあプロ選手としては当然かも分かりませんけどね、これは大変なんですよね。ユニフォーム着てしまいますとね、ファンの前では最高のプレーを見せないか、もう横綱ですからね、まあ、そういう面での苦しさには僕は多々あったと思いますね。ワンツーです。レフトへ持ってきました、いい当たりだ、レフトライナーだ、今度ジャイアンツ6対0、柴田も本当に弾丸ライナーだったですね。そうですね、まあ、これが V9 のメンバーですからね。そうですね、特にみんな元気出してやってますよね、はい、6対0、打順は2番のレフト高田に変わります。今のホームランの一撃ですがジャンプしたが及ばず、グラブの先端をかせまして突き刺さるように入りました。高田は今日三塁打1本、レフトフライ、これが3回目。4回の裏、ジャイアンツの攻撃で、6点を取りまして6対0。アウトカウント2つで2アウトでありますが、やはり中日のこの金井とかあるいは藤沢じゃとてもどうしようもないですね。そうですね、はい、長嶋選手も小学生からそして、中学大学ととにかくずっと野球をやってきてね、はい、プロ野球の選手になって、まあ、今日が最後という気持ちの中には本当にいろんな複雑なものがあると思いますよね。そうですね、まあ、特に寺もいい当たりだ、レフトオーバーです、ホームラン。まさに長嶋引退を飾るにふさわしいアーチを描きました。柴田高田の連続ホームランです。さて打順は3番のファースト王はキャッチャーのハーフライト、そして、ライトフライに終わっておりますが、今高田のホームランを VTR でご紹介しております。王選手の三冠王も確定的、今日は記者投票が行われまして、今日締め切り日、 MVP の締め切り日でありまして、王選手に入る候補も非常に強いと聞かれております。ああ、そうですか。連続2年の三冠王、王選手のバッターボックスです。私ね、はい、この長嶋選手もね、王選手はいいライバルだったんじゃなかろうかと、はい、
それから長嶋選手の一つの支えになっていたんじゃないだろうかと、はい、王選手もですね、逆に長嶋選手は本当にいい支えになっていたんではないかと、はい、そう思いますね。そうですね、これどっちかをかけてますとね、はい、これやはりこの張りがなくしてると思いますよね。ただまあ王選手来年ですね、長嶋選手がこの引退した後どういうふうにやっていくかということが大変なことだと思いますよね。今日の ON という打線は昭和35年の4月26日金沢の太陽戦で組まれたのは初めてでありまして、 ON 健在、 ON で V9 を勝ち取ってまいりましたジャイアンツです。今日はその王が3番を打っております。王はファウルいたしました。2エンド2、王選手が普段の会話の中に、ミスターミスターと長嶋選手のことを呼んでましたね、はい、まあ、敬愛と同時にですね、なんかお兄さんという感じがしましたね、はい、そうですね、まあ、年も5つも離れてますからね、はい、まあ、そういう意味でまた王選手もまたこの人もよくできた人ですからね。カウント 2-3 です。三振とありました。3アウトチェンジ。しかしジャイアンツはここに至りまして高田のホームラン、その前に柴田の満塁ホームランが出まして7対0であります。